早速なんですがこちら今日もコロナ対策をしっかり行ってラジオをしてまいります、えー、演者スタッフの検温をしっかり行ってます換気も50分に1回行ってます、えー、消毒をスタジオ内を行っておりますあと,、えー、と除菌機器を投入しています で窓もしっかりあるのでその窓も開いて換気も行っております。はいということでしっかりコロナ対策をして元気に50分間過ごしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はいということでですねこうまた1ヶ月ね過ごしてきたわけですけれども9月になりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか ねえ、なんかあっという間に夏がね終わっちゃいましたけれどもでねしだんだん皆さん旅行とかにも行けたりとかして遊びに行けるようになって、えー、お盆もありましたしね楽しい時間を過ごしてきたんではないでしょうか。はいでね私自身もあの、実はあんまり人混みが好きじゃないのでお盆の間は出かけなかったんですけどちょうど先週かな家族旅行に行ってきました。 で家族旅行があのずっと行きたいなと思っていた場所が、えー、元の隅神社という山口県にある神社ですどんなところかと言いますと画面お願いしますありがとうございますこんな感じで鳥居がめちゃくちゃあるんですよしかも山の上に <laughs>、うん、あの京都とかにもえー、ね稲荷さんがあったりとかして鳥居がね いいっぱいあるんですけどもここはまたうーんなんだろう市街とかにあるんじゃなくって山の中にあるところな,んでしょうなので国道沿いからも結構遠いところにあってでしかもこれがこうなって鳥居になったのってここ10年20年の話らしいです。 それまでは全然その鳥居も何か何本かしかなかったらしいんですけど神主、えー、さんがここを観光地にしましょうということでいっぱい鳥居を建てるっていうのをみんなで協力し合ってそういういことそれで結果的にアメリカから、えー、あそこの鳥居がすごい綺麗だっていう,こうトピックになってそこからこう観光地になった場所だっていうんですね。 うん、なので本当ねここの場所自体が私、えー、が昔トラック乗ってた時の同僚が行ったらすごい綺麗だったっていう話を、はい、聞いてましていやほんね写真で見ていや絶対お前も行ったらすごいと思うよっていうのだけなんか聞いてたんですよ。うん なので、まあ、実際にね、こう写真で見たら絶対すごいんだけどじ、ね、行ってみなきゃ分かんないっていうのもあったので行きたいな行きたいなと思っていてでたまたまそれをうち元々転勤族で家族で旅行行くとかいろんなとこに行くっていうの慣れてるんですね全国で。なのでたまたまもう父かな、母と父にうーん元の住み神社って知ってるみたいな話をしたら。 いやー昔行った時にはなかったよみたいな話をされて <laughs> やっぱそうなんだってあのでしかもですね実はうち山口に親戚がいますなので親戚のお家から多分、うん、1時間もしないうちに着くんですよね。秋吉台っていうところ秋吉堂秋吉台っていう鍾乳洞が大きいところがあるんですけどそこの辺りに親戚が住んでます。 なのでこここの元の元神社からもそこまでで遠くないんですよだからやっぱりねうちの両親とかはいや昔行った時はその辺に行った時はなかったよっていう認識だったんですけどでも今あるよとかいう話をしたらじゃあみんなで行こうっていうことになって家族で行ってきました。はい ということでね本当に山口県すごいいいところで鍾乳洞も行ってきたんですけどもあのー、日本全国の中でも鍾乳洞がねすっごく大きい場所なんです秋吉堂ってなので他のとこに見てきた人とかでも「すごい!」って言ってしまうぐらい圧巻な秋吉堂も山口県にありますねえ是非こうね旅行もしこれから。 9月確か3連休2回あるんですよなのでねもしまだちょっと旅行行き足りてないなとかね行きたいなとかって思っていただいたら山口県おすすめです。<laughs> はーいということですね今日はまず最初旅行の話をしてまいりました。はいでですね今日なんですけれどもボイスアウトの話をしていきたいと思ってます。 はい、私自身が今ボイスアウト理論っていうものを、えー、させていただいていましてもう結構ね長い間やってるんですよ。でとうとう商標登録も7月に取りまして、えー、やらせていただいています。でねもう本当に私自身もうまくこうね緊張しちゃったりするのでうまく説明もできなかったりとかしてうまく伝わらない部分もあると思うんですけどいろんな形で。 いろんな方向からいろんな説明をしていけて、えー、少しでもね届いたらいいなと思ってます。本当自分自身が何もないところからボイスアウトってボイスアウト理論を作ったんですね。うん。なのであのー、なんだろう自分自身がこういう時ってこうしたらどうなるんだろうとか。 で仮説を立ててやってみたらこういう風になったみたいなことをいろいろやってきたものだったりするので全然ちょっと他の人と教えてることが違ったりとかしますし、うん、でそれを説明すすするるのがねちょっっと大変だったりするんですよ、うん、でそもそもなんですけど、あのー、私自身が2012年から2019年まで、えー、サロンをやってました。 でそこが体を温めて免疫力を上げるっていう生体のサロンを体温めるサロンだったんですけど、うん、でその時にやっぱ皆さんた、ね、どり着いていらっしゃる方ってもうあらゆることをやってきたけれど治らなかったっていう人たちがやってきました。 でその時に、うん、やっぱりなんてかなと思っていたので皆さんん来た方にお話を聞いていてくんですよねそうするとなんか心の、うん、部分というかに何かこう生きづらさとかを感じていて症状が出ているっていうことがすごくあるように感じていたので、うん、こう相談をされた時に。 であればこういう風にやってみたらどうでしょうかねみたいな感じで軽くちょっっと言ててみてたんですようんで、あの私、ー、自身も正直いろんな人間関係や家族関係ですごい大変な思いをしてきてる人生だったのでそれを変えてきていたから多分こうするともしかしたらうまくいくんではないでしょうか。 みたいな本当にもう自分の体験でしかなかったんですけどもうとりあえずねやってみてはどうでしょうみたいな感じで軽く言っていたら次回来た時に言われた通りのことをしたら解決してしまったんですけど何が起きたんですかとかっていう風に聞かれることがたびたびありました。うん、で逆ににその時は本当んで解決したかって言われると 分かんなかったんですよう,うん。だって本当に自分自身がこれやったらどうなるかなって仮説を立ててやってきてただ本当にやったっていうだけだったのでなんで変わったかの理由までわからなかったんですよね、うん、でそれが何回も言われるのでなんで変わるんですかなんで良くなるんですか でまたリピートになって「こう話を聞いてください」って言ってやるとまた変わって「何でですか?」って言われるからなんか考えなきゃいけないなって <laughs> そうなんか理由があるよねってこんだけ何かが変わるってことは何か うん、自分もそうだったけど自分一人じゃなくって他の人にも応用ができて変わってるってことは絶対何か、うん、理論的なものがあってそれをやってるから成立してるんじゃないかと思ったんですよね。うんなのでじゃあそっからこういろんなことを学んでさらに行って、えー、やっとやっとというかねたどり着いたのがボイスアウト理論っていうものだったわけです。 はい、うん、なのでちょっとね、そのボイスアウト理論についてお話もね、していけたらいいかなって思っております。はい、では画面を映していきます。あら、ちょっと間違ってる。はい、大丈夫です。はい、あの私がですね、ちょっと記憶力が全くないので、はい、もう画面が次に何があるかが映ってますが左に、もうそこはお許しください。 完璧にできないです無理ですはいもうそれで行きますはいということでボイスアウト理論なんですけれども、えー、ボイスアウト理論は、えー、私たちは意識できることとできないことっていうものが大きく分けて2つありますはい。でその中の意識できることっていうのは本当にちょっとだけたったの2%ぐらいって言われてますはい。 例えばですけどこの資料を作ったのも意識しして作りましたどういう風に伝えたら分かるかなみたいなことを一生懸命考えたんですよね。うん、なのでこれは意識しましただいぶ。うん なので、意識できることって「今日のお洋服何着ようかな」とか「うーん今日例えばデートだったらどこ行こうかな」とか「プランを立てたり」とか、えー「仕事の段取りを考えたり」とか「今日何食べようかな」とかそういうのを考えていることが意識できることになってきます。で逆に意識できないことっていうのはもうかなりいっぱいあります。 うん、歯磨きするのでもね「よし私は今日歯磨きするぞー」とかって気え入ってね歯磨きしないですよね。うん、お風呂入るのも「よしお風呂入ろう」って言って意識して入るっていうよりは、まあ、夜だから入ろうとか汗かいたから入ろうみたいな感じでパッてもうお風呂に向かってると思うんですよ、うん。職場に向かうのも あれ職場に行くのにはどの電車に乗っていけばよかったっけかななんてことはほとんどないと思うんですね。うん、なので私たちは意識できないことがいっぱいあって繰り返し行われてきたことは習慣になっていて考えななくててもできるようになってますでそうすることによって、えー、いっぱい考えなきゃいけないって言って脳の疲れを、えー うんなのでもう自分のインプットされたものがた、うん、ずっと繰り返すっていうのが、うん、潜在意識の部分ですなのでねこれ私本当できないんですけど周りに聞くと「朝毎日6時に起きてるから目覚ましなくっても6時に起きれるんです」っていう人も結構いるんですけど。 いや私本当にできないんですけどね毎日違う時間に起きてるので今日8時半だとか思えば今日10時だとか思えば今日7時だとかって私の潜在意識ダメですねそういう意味ではねもう毎日違うんですけど本当目覚ましなくても起きれる体内時計っていうのも潜在意識がやってます。はいね、あと口癖なんかも無意識で言ってたりとかしますよね。 うん、で靴履く時も左足からとかいう人もいれば右足からっていう人もいれば緊張すると例えば髪を触ってしまうとかっていうのも,もう習慣になってるわけです。なので私たちはほとんどね習慣とか無意識にあるもので活動しているわけです。でそれが現実を作ってい,るっていうのが、えー、潜在意識になってきます。 でほとんどの人はもうここまでは知ってるんじゃないかな無意識の部分が私たちの現実を作ってるっていうのをね知ってると思うんですよ。うん、なのであの潜在意識を書き換えると現実がね変わる起こる出来事が変わるっていうのは本当事実です。うん、だからすすごいことなんですよ 潜在意識の思ってる通りに私たちの現実は起きてしまっているのでうーんそうなだからこそ本当に潜在意識をどう扱うか扱えるかが重要になってきます。 ここって事実だけを、例えば潜在意識が凄まじく大きなウェイトを占めているから潜在意識を書き換えたらすごく幸せになれるっていうことはいっぱい知ってる方多いと思うんですよ。なんですけど潜在意識を実際に書き換える方法とかうーん書き換えていくと絶対にこういうことが起こるよっていうのを知らない人はとても多いです。 だからほとんどの人が、えー、潜在意識の存在とか特徴とかを知ってるんだけどうん、大体いい皆さんほ、うんとにほとんどの人が挫折しちゃいます。で結局何も変わらないまま3年時間経ってます5年経ってます10年経ってますって言って、えー、その、ね、知識だけはいっぱいあるんですけど何も変えられないっていうことが起きちゃいます。うん。 なんですけど、一応ね潜在意識っていうものを書き換えていくっていうことはこう潜在意識にある自分が笑ななれない、思ってる価値観ですね。例えば私は仕事で必要とされてないんじゃないかとかって思ってるとちゃんと必要とされてないような扱いを受けちゃうのでまた悲しくなっちゃうんですよ。うん。 だった自分があ私は会社で必要とされてるかもって思えるような潜在意識に書き換えた方が自分が笑顔でいられるしうん、ね、会社で必要とされてると思ったらあちょっと頑張ろうとか一生懸命もっとなんか楽しくできちゃうかもっていう風になってくからやっぱ生きやすくなるし笑顔になれるんですよね。 だから本当ボイスアウト理論っていうのは笑顔になれないものを笑顔になれるように人間関係とか自己実現とかをどんどん変えていこうっていうものをやってます。はい、うん、でその中でちょっとね今日、えー、っとちょっとテストっていうかワークをやってみたいと思います。はいああののー、潜在意識にあるものって これほんと無意識の世界なので普通に生活している中でこうちょっとだけ潜在意識勉強してます潜在意識のこと知ってますっていう人の状態で何か起きた時に「あこれ私の潜在意識がやってる」って気づける人ってほとんどいないです。目の前にに起きたことに カーっとなったり悲しくなったり反応しちゃっていて潜在意識にあるから怒ったんだなんて考えられる人ってほとんどいないんですねうん。なので、えー、結構ボイスアウト理論の中では勉強会も行っていてその中で質問を投げかけていきますでそれがいろんなことを投げかけていくんですけど今日は価値観を知るために 皆さんがねほとんど人生の多くを携わる仕事について「うん、どんな仕事って存在ですか?」仕事って聞いてててイメージすするっっ何ですかっていうのをもし紙とか鉛筆またはスマホがあるんだったら書き出してみてもらえたら嬉しいなって思います。はいでちなみにですけど私はですね うーんこれっていいことも悪いこことともも悪ありますで例えばう、うん、私自身はいい,いいことというかあ多分これのおかげで、うん、仕事を嫌いになってない何かしら仕事してるなと思うのは父が子供の時から「仕事は楽しい」って言ってたんですよ。で 休みの日とかも疲れて寝てるってことはなかったですしもう本当に仕事って楽しいんだよやりがいがあるんだよって夜帰ってきた時も遅く帰ってきてもニコニコしてたんですよなのでうん子供の頃に私は仕事っていうもの分かんなかったけどなんかお父さん楽しそうって思ってたからあの。 ある意味大人に早くなっってて仕事をしてみたかったかです、うん、だからそういう意味で私中学ぐらいから親戚のところにお手伝いに行ってお仕事しバイトしてるんですけどもうね仕事すんのすごい、うん、イメージの中でも楽しいんだろうなと思ってたし実際にそうやってお皿洗いとかしに行ってたんですけどもうねそれが楽しかったですお皿洗いなのに <laughs> うんそうで逆にですけど あのうちの父は単身赴任をしていてずっと家にいなかったのでなんかねで母は家にいたんですけど母はねちょっと仕事に対しして多分ネガティブな思いがあったんでしょうねもうねいつも疲れてたし怒ってたしイライラしてたしもう「あんたたちがあんたたちの学費を稼ぐために私は働かなきゃいけないんだ」とかって言ってすごい怒ってたのでえなんか怖いな っていうのもありましたなんかすごい怒られるんだなって、うん、だから仕事をしてからもやっぱりこうなんか人間関係がうまくいかないっていうのはよくありましたでこううちの母もね昔の人っていうかね多分おばあちゃん世代もう今多分亡くなってる方多いと思うんですけどそれこそ明治大正とかを生きてきてる人のおばあちゃんとかは。 あのー、ただで飯は食えると思うなよとか何か貢献してるから飯が食えるんだとかそういうことを働かんないものは食べるべからずみたいなことを言われて育ってきてるんですよ。でそれをお母さんたち世代が聞いてるから子供たちにも何かをしなければ貢献しなければご飯は食べれないんだとか給料もらっちゃいけないんだそれは給料泥棒なんだみたいなこと言うんですよ。うん そうすると私たち子どもはうーんそういうもんなんだよくわかんないけどと思いながら仕事をした時に相手が「すごい喜んでくれてる」とか「ありがとう」って言われてないってことは貢献しててなないいいんんじゃないかって勝手に思い込むんですね、うん、そうすると「あなんか私仕事で貢献してないからなんかダメな気がする」って自信を失っちゃうんですよ <laughs>、うん。そう なので本当に私自身もやってもやってもやっても認められないし自信がなかったしうまくいかないっていうのを経験してきていてうんそれはなんか良くも悪くも両親から両方受け継いできたなと思ってます。でちなみになんですけどこんな感じで出してみましたなんかありそうなね価値観仕事に関して仕事は大変でつらいまたは楽しいっていう感じで。 私みたたいに思ったりね、うん、なので私も楽しいっていうのがあったから、ま、大変っていうよりは楽しい方が強かったかなとは思いますただ人間関係はダメでしたねはいであとはね嫌なことしないとお金もらえないとかできないって言ったら怒られるとかやりがいがあるあとは週休2日制お父さんが週休2日制で休んでたら多分 子供ももそういうういのだと思うんですよけどお父さんがあまり休みがなかったり毎日朝早く出てって夜も遅くまで帰ってきてたりすると「休みはないんだ残業すんのは当たり前だ」とか「仕事は家に帰ってこられないものなんだ」とかね勝手に思い込まされていくんですね。うん、で人間関係の部分でも嫌な人ばっかりいると思ったり「良い人ばっかり集まってるな」と思ったり。 すすることも価値観になってきますしあとはねあのこの人に任せてやっぱ失敗されちゃうのが嫌だしうまくいかなくて自分のせいにされんの嫌だから自分でやりたいっていう人も多いかもしれないうんはいでなおかつ私もうーんどっちかっていうと個人プレーヤー的なものが強かった上にトラックに乗ってしまったのでトラックに乗ると 自分で荷物を積んで自分で降ろさないと仕事終わんないんですよなのでなんか人に任せるとか任せないとかじゃなくて自分がやらないと終わらないから全部自分でやりますなのでこのトラックを体壊しちゃって辞めた後に飲食店とかいろんなところでやった時に全部ね一人でやんなきゃだと終わんないじゃん もうね勝手ににトラックと同じマインドになっっちゃってるんですよだからもっと周りから頼りなよって言われてもえだって仕事終わんないじゃんって思って自分でそう思ってたんですけどよでもよくよく考えたらもうこれトラックじゃないんだからさ手伝ってもらってよくないみたいな <laughs> うんそうびっくりするんですけどねほう働き方っていうかでねどんどんインプットされていくうん。 ということでね、もし書き出せるた人がいたら書き出した人でねそれがあったんだーって気づくわけでもまずいいので OK ですって感じです。でねもしあれだったらあの必要な方は私の LINE に送ってもらってもいいですしえ講座入っている方は私に送ってもらっても全然 OK です。はい。で、 こういうね本当に今も言ってきましたけど自分が正しいこういうものだ仕事とはこうでしょうっていうもの思ったもの感じたことそれで私たちの世界って起きてます。うん、間違いなく。うん、なのでもうちょっと詳しく言っていくとこれ潜在意識の仕組みになってくるんですけれども潜在意識 気づかないです、無意識ですなんですけどその無意識の中に「仕事は大変でつらいんだ」とか「残業するのは当たり前だよ」「いやーもうどこに行っても嫌なやついるんですよ」とかね「あこれ私めっちゃ昔言ってましたよ」<laughs>「そうどこに行っても嫌なやついるし」うんあとね「誰も手伝ってくんない」私結構言ってましたうんでもね そそそうそうそうでもこれ現実にちょっと考えてみると手伝おうかって言ってんだけどいいでですすっって言ってるんですよね <laughs> そう後から冷静に考えるといいですって言ってるんですよ。うんだけどなんかそれ多分無意識無意識なんだけど手伝おうとしてくれてる人がいるのに断ってるんんでですよねうん、であとねよく影で悪口言われるっていう人もいるかなー って心配性な人でこの潜在意識ってねすごいんですよ。この自分が気づいていようが気づいていなかろうが自分の中潜在意識でこれがこの例えばこの5つが思っていると人やえ出来事がそれを「本当にそうですよ」って表してくれるように 現実を作ってくれるんですね、うん、なのでもしん「仕事は大変でつらいものだ」っていうとその上司さんとか誰かが同僚の人とかがどんどん自分に仕事を振ってきて「何で仕事ってこんな大変なの大変だよね大変だよねつらいよね」<laughs> ってみんなに言いたくなるような現実をちゃんと起こすんです。うん で、転職しても嫌な人がいるって言ってるともう本当にその転職しようがしてもどんどん次から次へと嫌な人がオンパレードになるんですよ。うん。だから結構ねあのこれ私のとこに相談しに来てくれる方がやっぱおっしゃるのが転職しても 嫌な人ばっかかりいつも会うんですよとか本当は私自身がうんとそ,のそのお客さんとかもうんやっぱりいつも人間関係で辞めてしまって職場が1年ぐらいしか続かないとでも本当に今までいろんな仕事を変えてきちゃっててもう40近くなってきたからこれはどうにかしなきゃいけないんだけどどうしてもその相手の嫌な人のストレスで耐えられないんです。 っていいう人結構多いです、うん、で結果的に多分これっていつも私嫌なこと嫌な人がいていじめられたりきついこと言われるからこれ私に何か原因があるんでしょうかねなんか潜在意識とか見てたらそういう本を見てたらそういう話載ってたんですけどって言って問い合わせくれる方結構いきます。うん、でで本当にその通りで うーんちゃんと自分が、うん、潜在意識気づこうが気づかなかろうが自分の中に、えー、私は人から冷たくされるきついこと言われるいつも怒られるからみたいなことが入ってるとちゃんと目の前に現れる人がそれをね演じてくれるんですよ。で 嫌だって意識できるとこではや,やめてよなんでそんなことされなきゃいけないのいい加減にしてよと思ったとしてもそれってたった2%のところで意識できるだけなんですねうんだから本当に98%の中ではどうせ私いじめられるしって思ってたらそっちが叶っちゃいますはいだからね潜在意識書き換えようぜってことなんですけどはいうん でそのためにいろんな潜在意識書き換える方法ってあります。で例えばアファメーションっていうのも有名ですよねポジティブな。例えばですけど私の仕事は残業がなく楽してもいいんだとか私の周りに良い人ばっかり私は好きな仕事ばっかりしてもいいとか。 ね、成功者であるとかでもいいですしねもうどんどんそのポジティブなアファメーションっていうのを言っていくと叶うとも言われてますよね。またはこういいなと思ったことを行動うん本とかにね自分を褒めるとか、えー、スイーツを買ってご褒美をあげようとかいい言葉を使おう嫌、うん、なことがあってもこれはポジティブに考えよう。 怒られたとしてもこれは期待を込めて期待をされてるから私は怒られてるんだって考えてみようとか嫌なことが起こってもこれは先にいいことがある前触れだって考えてみようとかねいろいろあると思うんですよ。うん、あとはねその言葉をどんな言葉を使ってみようかなとかねいろんな方法があると思います。なんですけどちょっとねさっきも言いましたけど ほとんどの人が言われたことやってんのに本を読んできてその方法やってるのにそう始めてもなんかね「私は例えば成功者である私は成功者である私は成功者である」って言ってると心が「いやいやいや成功者ってなんだよ」みたいな「ざわざわするわ」みたいな。<laughs> 言いたくないってなるんですよ、うん。他にもね「私は今幸せです」とか「私はみんなから愛されてます」とかって言うとねザワザワすすんですよ心が、うん、そうするとねやっぱみんなこれ素直だから「なんか嫌だな」<laughs> 言いたくないな <laughs> って思ってきてやんなくなったりもう忙しくなっちゃって忘れちゃってた。 ってなることもあるしほんとやりたくないってなっちゃうんですよねうん。でやりたくないしもうそんなことをやっても苦しくなるだけなんで私はみんなから愛されてますって愛されてると思ってないのになんでそんなこと言わなきゃいけないんだろう苦しいうん。でしかもそれをいっぱい本とかで書いてあるから言えない私がダメなんだって自分を責めるようになるんですよ うん、本とかまあ本はまだいいんですけど YouTube とかでも「自分は素晴らしい人間だって言いましょう!」とか YouTube で言ってくれるわけですね。だけど「そうか素晴らしい人間だって言えばいいんだよし見た時は言える!」と思うんですよね。ちょっっとテンンショがが上がってるからうん なんですけど見た時は言えるんだけどモチベーションが上がって翌日翌日とかって何日かになると私は素晴らしい人間だ私は素晴らしい人間だってえなんでこんなこと言わなきゃいけないんだろうえどこなんでそんな何の根拠がそんなことあって言わなきゃいけないのっていうふうになってきちゃうんですねうん。だから本当にそれを 言ったらいいのは分かってるんだけど言えないから私が変われないんですよねだからダメなんですよねそういう風に三日坊主になっちゃうからダメなんですよねってほとんどの人が「ボイスアウト理論」に来る方言います。うん、言われたことをでででできななないいかからすすよねっって、うん、めっちゃ苦しくないですか <laughs> そうなのでもう本当に とこれは私自身もそれ経験してきてるけど、いやー本当苦しいだろうなって思います。だってだってですよ。何もしてなくて変わろうとしてるわけじゃないんですよ。一生懸命変わりたくてお金なして本読んでできることやろうと思ってやって、こうどうはこうかな、これやってみたらどうかなって、うん試してんでしょ。うんで。 ね、何もしてなくてただテレビ見てて変わわりたいいななとか言ってるわけじゃないんですよそうで世の中では行動すれば変わる行動すれば変わるっていうのもたびたび言われてることででだからこそ何もやんないとそれも駄目と思ってるからじゃあその変わるために努力しよう行動しようってやってるのに全然自分が思ってる通りにならない。 どどんどんししかも変になななっってていいくくく苦うわーなんでこんなうまくいかないんだろうやっぱ私がダメだからだってもうほんとう、うん、だからねこれは自分もそうだったからすごい辛いの分かるんですけどねだからほんとボイスアートに来られる方が同じような経験されてること多いからいやすごい分かると思って同意しちゃいます。 はいうんでその中でちょっとボイスアウト理論なんですけど、うん、先ほども言いましたがまず質問を投げかけていきますであの単純に言うと自分にとって例えば仕事とは苦しいものだっていうのを書いていたとしたらその価値観が自分の中にあったんだってまずは気づくことから始めるんですね。うん でどんどんその価値観とかを書き出していって、うん、残業は残業すんの当たり前人からいじめられんの当たり前とかいっぱい書いていった時に今度は問いかけていくんですねまたその価値観持ってても自分が辛いだけじゃないって。うん、でその中でうーん辛いな。 と思ったものはボイスアウトして外に出しちゃうとなくなくるるるから結果的に起ここ出来事変わるっていいうことがボイスアウトはできちゃいます、うん、無理にポジティブなことを入れていくんじゃなくて「私はできる私は恵まれてる」とかじゃなくってあえて嬉しくないもの笑顔になれないものを書き出していって、まあ、ど何を書き出してもいいんですけど見た時に。 えー、自分が出したものの中から笑顔になれないなこれ持ってても苦しくなるなっていうものをどんどん外に出していくんですね。でうんとによっってて起こる出来事って変わります例えばですけど残業すんのは当たり前と思っていたらえこのガチ感持ってても私辛いだけじゃないと思ったら。 「残業するのは当たり前」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 って3分ぐらい言い言ます、うん、そうするとですね「え世の中には残業して,るしてない人もいるのになんで私残業するのは当たり前なんだろう」えおかしくないおかしくないおかしいよね?」みたいになるわけですよね。 いやそれって私の中で残業するの当たり前でも世の中してない人もいるし会社の中でも早く帰っている人がいるのになんで私残業当たり前にしなきゃいけないんだろうってうん不思議に思うんですようんそうなってくると潜在意識ってうんもうその時点でちょっと変わってますうんそうなので別にそれってよくね嫌なことを見て苦しいことを 見てほじほじしていきましょうみたいなのもあるんですけどうーん別にそこまでする必要なくってあこれ笑顔になれないなと思ったものをただ残業するのは当たり前残業するのは当たり前残業するの,するのいや残業したくないから帰ろうかなとかって思ったりで今度は残業するの当たり前って言っててえでも帰ろうかな帰ろうかな帰りたいないやでもでも誰々さんがなんか言ってきそうだな。 とかって出て出きたら誰々さんが文句言ってくるだろうな誰々さんが文句言ってくる,だろ,んてくるんだろうな誰々さんが文句言ってくんだろうな誰々さんが文句言ってくんだなとかって言ってるとあれ私めっちゃ人の目気にしてんだなってなってきて <laughs> そしたらなんかあ,あそっか私が生きるのは辛いのは人の目を気にしすぎてるのがあるのかもしれないなみたいなことになってまたそれも人の目を気にしすぎてるから生きてんのが こう仕事が辛いのかもししななないいなみたいなことを出してくるんですよねそうするとなんか私超頑張ってきたからたまには毎日は帰れないかもしれないけどその誰々さんが毎日怒るわけじゃないから帰りたい時はたまには帰っていいよねみたいな感じで毎日残業してたのがちょっと早く帰ろうってなって週1回は早く帰れるようになったりします。 でそうするとそれが当たり前になってくると「あれ週1回早く帰っても誰々さん何も文句言わないじゃん」っていうのを体験してくと「あじゃあちょっと週2回だけ早く帰っちゃおうかな」みたいなことをやってくとちょっとずつちょっとずつやってったら「あれなんか最近毎日テージで帰ってるな」みたいな風になってくるんですよ <laughs>、うん。 だからね潜在意識ってドカンと変えようとすると自分の心にも負担がとてつもなくかかってしまうので本当にその今の見えてるところから出そう出そう出そ,そうって自分が嬉しくない価値観を外に出そう出そ,そうってやってってしまうとうーんちょっとずつ変わって現実が変わって。 えー、現実をまた慣れていくからもっといい現実に変えようって言ってそこにボイスアウトしていくとまたさらにいいことが起こってきます。はい、で結構ねこう行動しましょうみたいな話もあるんですけどうんこれね本当私の周りで何人か失敗したであろうっていう人を見たことがあるんですけど私は。 すごく素晴らしい存在,か存在だみたいなことをアファメーションかけてた人がいたんですよ。で本に書いてあったらしいんですね。自分のことが素晴らしい存在価値のある存在だと思っていたらちゃんとそうなるから、えーうん、今までいろんなことをしすぎてた人は何もしなくていいよと。何もせずにいることで 自分がどれだけ価値があるか感じてくださいみたいなことが書いてあったらしいんですね。なのでその方はあえて何もしないという選択を取ってえー、ねこう自分から何かをするっていうのを一切やめたっていうんですよ、うん。なんですけど潜在意識の中にはうーん自分は何かをしなきゃ価値がないと思ってる人だったので。 結果的にその行動をやったらみんなから嫌われたんですよねうんで周りに人がいなくなっちゃったんですよねでなんでこうなってしまったんでしょうだって自分は価値があるから何もしなくていいんだから何もしちゃダメですって本に書いてあったんですよだからそれを実践したのになんで僕は嫌われたんですかねって質問されたんですけど それは意識できるところでうーん自分は価値がある存在だと思ってたとしても潜在意識の無意識で自分には価値がないと思っていたらそう成立しないんですよだから先に潜在意識を変えることが先です。 で嫌なことばっかり自分に起こるんですよっていう場合はもう潜在意識の中もう自分では意識できないんですけど嫌なことばかり起こる出来事っていうのがもうすでにインプットされてます。なので、えー、その中でいいことが起こるとかポジティブなアファメーションを唱えても脳って1日 えー、6万回何かしら考えているうちの80% 48,000回がネガティブに考えるようにできてますそれはもう本当にねもうほとんど皆さんご存知かもしれないんですけど生きてく上でうん昔の時代って あなんとかなるさ!」とか言ってたらご飯食べれないし何かに襲われるかもしれないし動物とかもう家とかもまともにないから本当夜とかだってゆっくり寝れますなんてことはなかったんですよ。うん、でそれがこのたった50年ぐらいで家もちゃんとあって、えー、お腹減ったなっていうはコンビニがあってもうね私たちは不安になるものが減ったんですよね。 一番最大限の不安っていい食事がないことなんですけどもうここカバーできちゃったんですよなんですけどたったの50年ぐらい戦争が終わった後の50年ぐらいでいきなり安心ばっかりですよって言ってもそれまでの何千年の記憶が DNA が組み込まれていますからそっちが優先されます。うん、で DNA の中に DNA にも記憶 が刻まれ刻み込まれるっていうのは実はマウスの実験で証明されていておじいちゃんのマウスに、えー、ご飯をチェリーを食べようとしたらおじいちゃんマウスにチェリーをあげておじいちゃんマウスチェリー食べようとしたら電気刺激を与えるっていうことをしましたそれを何回かしてたらもうそのおじいちゃんマウスはチェリーを食べに行こうとしなくなったんですね、まあ、怖いやばいやつだこれってなって ね、今度何十年何年も経った時に、えー、孫マウスが誕生して孫マウスにチェリーを出してみたら孫マウスは怯えたような表情をしてて逃げたって言うんですよなので孫マウスはチェリーが食べたら近くに寄ったら電流が走るなんて記憶その本人はない本人っていうかねマウスないんですよ。 なのに DNA にチェリーに近づいたら、えー、電流が走るっていうのがもう刻み込まれてるから結果的にもう怖さを感じちゃったんですねだから私たちも自分の記憶にはなかったとしても、えー、自分のご先祖様の中にそういう生きることの恐怖心とかすっごい持ってたりすると、えー、気づかないうちに。 自分の中にもちゃんとインプットされてます、うん、でその中でですよもう何,何万年のね DNA の不安とか生きる生存競争の焦りとか怖さ恐怖心とか入っててしかも脳も、えー、1日4万8,000回ネガティブなことを考えてるのに意識できるたったの2%のところで「私はとっても価値があります」とか。 私はすごくいい環境で働いてますって言って入るのかな潜在意識に <laughs>。そうだからここ私は実は気づいてしまって、うんね、むしろそのうんねちょっとそうそうなので例えばお金がないとかもそうなお金のこともそうでお金があります私はお金がいっぱいありますっていうより。 これ実際ボースアウト理論でやってもらってるんですけどお金がないお金がないお金がないお金がなきゃいお金がないとかお金がなくて苦しい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 って言った方が皆さんお金普通に入ってきてるんですよ。うん。ありますって言って入ってきてんじゃないんですよね。ないと思ってたずっと組み込まれてたものをインプットされてたあったものを出しちゃったから結局出したから違うものが入ってくる。 でここはちょっとバランスの法則っていう話がまた出てくるんですけどそこまで今日は時間がないのでバランスの法則は話しません。はい、でどんどんそれをね出していくと嫌なものを、うん、出していくと勝手にいいものが入ってくれるようになりますそのバランスの法則で。だから私はそこに気づいてしまって。 うん、例えば「どうせ私は必要とされてない」とかって思ってるんだったら「どうせ私必要とされてないどうせ私は必要とされてないどうせ私は必要とされてない」とかね言ってくとなんかやたらと周りから必要とされるようになっちゃったりとかするんですよ。そうなんかねこれすごいでしょ面白くって。 で前にも来てくださった、えー、女性がいるんですけど声を聞かせてくれた方だったんですけどその方もやっぱずっとポジティブなことを言おうっていうのを10年以上勉強してきてたらしいんですねなのでボイスアウト理論のネガティブなことをあえて出そうっていうのはすごい抵抗があって1年間ね「やりたくないんです」「やりたくないんです」「だって言ってるようなこと起こったらどうするんですか?」嫌ですって言ってたんですよ。 うんなんですけどなんかもうねやっぱ次から次へと嫌なことが起きてくるからよしもうこれはもうよしっていうかもう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 ,もう苦しい苦しいもうやるしかないって言ってもうバカ野郎とかって言って自分ののっっってててるものをブワーって出したんですってそしたらそっから次の日ぐらいから人からももらったり優しくされるようになったりどんどんなんか変わったんですって状況。 だから彼女は「何で早くやんなかったんだろう私もボイスアーズ知して1年もつらかったのになんで早くやんなかっただろう」って言ってました。うん。ね他の人も大体そういう感じでやる前はやっぱネガティブなこと言いたくないって言うんですけどやってみるとなんか最近いいことばっかり起こるんですよね。 朝とか毎日書き出してとか嫌なことがあったら朝とか書き出してから会社に行くとなんかみんな優しいんですよね <laughs> とか <laughs> 言うんですようんだからあの私は本当にそこって無理やり嫌なことをないのに出す必要はないと思ってますうんだけどいいことはあ違う嫌なことはどんどん出していけばいいんじゃないかなっていうのがありますはい。 ということで今日ちょっとボイスアウト理論の話させていただきましたがいかがでしたでしょうかうんということでもしねボイスアウト理論興味も持っていただけたら LINE も登録してもらえたりお問い合わせいただけたらと思います。はーいでは皆さんのね楽しい午後をお過ごしくださいませ。今日も最後ままでありがとうございました <noise>